ポイント還元の対象店舗や還元率が地図上に表示されるホームページ、札幌駅周辺を検索してみると、黄色い印、芦別、北海道芦別市のガソリンスタンドですね。あ、ビバイ？北海道大学のほぼ向かいにビバイのコンビニ店がありますよ。全然違いますね。さらにアプリでは 5% 還元される美容室が川の上に表示されているんですが、実際に来てみるとオブジェしかありません。このオブジェが美容室だとでも言うのだろうか。表示された美容室はオブジェからおよそ300メートル離れた場所に実在していた。間違いは他にも、大通公園からほど近いところにある大丸富士セントラル、なぜかおよそ2キロ離れた札幌医科大学に。出店はされてないですよ。そうですね、全くかなり遠い目のところに表示がされてるということで、ちょっとお客様に迷惑をかける形になっちまってるっていうことですね。さらにこの文具店では決算手段として申請していたカード会社と経産省の準備が10月1日に間に合わず、一部のクレジットカードが今も 5% 還元できない状態だという。10月1日直前に、問い合わせしたところ、まだできてませんという回答がありまして、それでこちらの方も、ポップなど急遽変えて作りで対応しました。アプリの修正ですとか、とその還元のスタートですね、これを一刻も早くしていただきたいなと思ってます。多すぎるご表示に経産大臣は、掲載事業者が各対象店舗のに対する入力のミスから起きたものでございまして、今後起きたことのないように指導をしていきたい。